Okay, so I've been sent this video. Apparently, people want me to react to it. So let's see.私。It's from the anime Wonder Egg Priority. All right.地下にあったんです。毎日同じ人だったんですけど、あの日は勇気を出してその人の腕を掴んだんです。この人痴漢ですって。大丈夫だった？はい、すぐに周りの人が抑えてくれました。よかった。でもそのおじさん、パパの会社の専務だったんです。え？パパはクビにされました。ママは、なんでそのくらい我慢できなかったの？やられたってことは、可愛いからってことじゃないって。Now that is relatable!